レディー A 20周年記念グッズ続々発売。製品に20周年のマークが入ります。その他限定グッズなどは後ほどご紹介します。17、16、ちょっと底上げしめよう。一番高いやつで。はい、高いやつ、高いやつ。それでまた戻せばいいから。でそこから刺させるだろ。できるんで全部で。はい。ありがとうございます。真ん中、真ん中、センター出せ、センター。どんぐらい？あべ、倒れるわ。え、はい、GL が下がってるからですかね。下がってるんで。だから、だからどっちみち、じゃあ、切りますよ。GL がやってもずっと変わるんで。タイヤの分だからね、まあ、それでこれもしたんですけど、思ったより使ってるなと。まずあれやつから使っちゃう。3番をちょっと、まだ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 、ちょっと手で決めて、見ていいか悪いか決めてから、もっと、はい、そこに入れる。ここはちょっと単調だね。左側にちょっとあれ入れてくれ、一個。ちょっと、ちょっと寝かしてみて。もっと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 。そうすると入るの、お腹に。寝かすと、それぐらい。どれぐらい入る？これ入れると、3センチぐらい入ります。じゃあ入れて。
20周年限定モデルのルッパ1をご紹介します。20周年マークと素材のチタンの文字が刻印されています。もう一個刺す。はい。これはこっちです。これをここ。はい。ここにあった方がいいや。大丈夫ですか？起き上がれないんだ。ここにつけられる。はい、ピンセット。ここに吸盤を。臭さ、こっち。あ、無理か。タバコでくれていいや。このアクロバットみたいな追い方しちゃって。はい。ちょっと待ってください。今処理します。何ちょうだい。そこをさ、高くして、足場を高くしてやれば、上に上らんないの、さらに。体をやっぱ入れた方がやりやすいですね。そう。はい。あ、大丈夫です。はいよ。これ。筋肉。浜さん、はい、ソイル付きに大丈夫ですか？大丈夫だ。大丈夫だって。あ、大丈夫ですか？あっちもラチを使ってます。霧吹きあった方がいいですか？大丈夫。霧吹き準備しますよ。はい、次。そっちの方いいっすね。これやって使い持ちかすら。はい。ちょっとじゃあ片付けして。はい、ここか。あ、いいよ、じゃあここ戻って俺。いいけど、ここ手でそこが止まらなくていいぞ。いいですか？もう少し奥は、じゃあ奥入れれば OK ですか？これはなんか、ここ上から見てさ、はい、影になって、ここはワピクサいてもダメだなというところはチェックせいや。はい、こう光のチェック、それあのトライデント入れた方がいいというところと、ハッピーナッツフェラーとちょっと分けるんで、はい、これを入れそうですか？こんなもんかよ。まあ、2、3があるんで。あと ここにありますね。ワビクサ置けそうなところが。これの方にじゃん。もう葉っぱ落とすかどうかって。2つですか？こっち。置ける？それ中に入らんと根が張らないとダメじゃねえんだこれ。大丈夫？
そこのさ、このこれこの草をさ、中まで入れ込んでくれや。これ、この辺まで。振り草を振り草奥まで。その、それ草を そのここまでピン刺してくれ。くし。あそこまで。うん。じゃあ刺しといて。あとで。この辺でもいいや。そこで、そこまで振り草で。うん、俺じゃあそこ植えたから植えたらかなり違うか。いや、まあ、下茎がこっちが落ちにくいです。うん、下葉が落ちにくいです。丈夫ってことこっちの方がトリミングが強いです。こっちの方がやっぱりトリミングに弱いです。色も若干こっちの方が強いです。ちょっとこれ出してみようかな。草、はい、これスーパーレッドっていう、結構新種の、これ結構綺麗です。これだ。なんだこれ。これ強いですよ。このミンゴ。なんだこれ。ルードです。ルード。ちょっと水にさ、プラケ入れて。これいいじゃん。プラケに水入れて。ダメだろ、その岩の枝は。育たない。育たないと。ないと。こぐらいで。こっち側だと。ダメか。これ育つのかな。え？これが。ピンナティ。ピンナティ。あいや、でも、重い重いかもしれないですね。ピンナティやってみるか。ピンナティで。ピンナティちょっとなんかあれだよ。20周年を記念して、ソーラーワンには、限定色が登場します。こちらはブラックです。この他にも限定カラーを企画中。お部屋に合わせて好みの色をチョイスしよう。今俺は待ちくらって、はい、倒れる。倒れた。こっちも動き始めてる。ここ開いてます。いかないと思うんですけど、こっち倒してみる。もうそう重心が倒れてるから、こっち側にこっちぐーっとこう、もっとそうやってそのままぐっと、やっぱりこれ台が悪いんだな、これな。でそのままこう寝かして、寝かす、こう前水がいっぱい張ればさ、まだ大丈夫なんだけどね。それ取れるの、これ大丈夫。じゃあもうすごい不安、不安ですね。石入れるから、後ろに石入れて土留めせ。はい、あの八回で跳ね込む、はい、こっちこうだろ、はい、背中にして、これ平らな背中にして、こう、うん、背中にして、でスケーボーにする。大丈夫だろう。でこれだと支えてると入れねえし、じゃあ倒してみる。倒しますよ。これでいいと思います。いや、前に行きます。手を離すと、これだったら安定はするんですけど、うん、こういい。まあいいよ、これでしょうがないじゃん。こういう腰で水抜けるまで分かんないからね。水抜けてからだな。全量が見える。こんなの初めてだな。あの発泡があんまり、やっぱりちょっと、これ取ります。こっち、そういう入れない。どれどれ。さっきの後ろの1個。ああ。これ大丈夫だと思う。大丈夫か。それはいるのいらないの。後ろは聞いてない、聞いてないの。聞いてない。聞いてないの、それ、どれや。ソイルがさ、多分空洞になんか入ってんだよ、それ。
土砂崩れはあれだな、うまいよね。規模が大きいからやっぱり災害も大きいです、ね、ちょっとこれあの持ってもらっていいですか。ちょっともう2、3分で終わる。いや、持っといてもらっていいですか。いやこれも絶対大丈夫だよ、これ。いや、いいよ、こんな感じ。うん、あの穴はね。そしていくか、ここでどうか。いや、揺れてた方がいい。自分でしか見つけてくれない。揺れるんで。ポーズに新セットは、はい、イールトリック。これも株でかくしたかった。これはこんな感じだね。こんな感じで、あとは地域の立つのを待つのみだな。中に 何回あの育つやつもあるし、意外と育たないのもあるんですよ。なんかこれ水の育つドワーッと強烈なのが出てきてさ、一気に抜けてえ、今日ってまたバラバラ、そうしたらみんなスープみたいになったらみんな時間抜かれちゃう。野菜スープみたいになってそれで様子が分かるのっていうのは何週間後ぐらいあの芽吹き始めるんですか、はい、1週間すれば大体みんな芽吹き始めてもうランナーでもかなり違いますね。1ヶ月すると思うと、1ヶ月するとかなり完全に別室なんで、半年すると、はい、向こうにも同じのがあるんですか。だけどまあ半年欲しいね、本当は。困ったら終わりだ。困ったら終わりだ。これはでかいだね。小さい水槽だったらもう2ヶ月でも何でもいいんですけど、水槽がやっぱ大きい水槽じゃないとやっぱり水深に対してね、伸びが違うんで。上、あの水槽を見ると浅ければいいんだけど、水深がもう120センチぐらいなんで上に立ち入り、リリーライフオーバーフローみたいなもんだよ。時間かかりますから。これ完全にオーバーフローって言いながらもう、そうするとオープンまで2ヶ月、開けた2ヶ月後に、まあ初めて開けた、その頃まあ見えるって感じじゃないですか。開けた水が済む、水も完全に済むってことは、まあそこかなって。休憩、手伝いしたやつだけ、まあ、だいたい我々は2ヶ月ぐらいまで力を入れる感じですか。立てるます、いける。3ヶ月したってことだね。買い手やっぱり3ヶ月欲しいんだけどね、このペースは。あっちはもっと難しいかも。あ、どうぞ1名、1枚の2ヶ月ってのは、なんか簡単に育たねえよね、2ヶ月ぐらいでさ。野菜じゃない、野菜だってね、米だってやっぱり何ヶ月かかるんだ。これ5、6ヶ月かかるんだからね。でもそういう意味だと昨日もちょっとしましたけど、その1ヶ月後、半年後、1年後って来るたびに印象が違うし、そうですね。これはもう来るたびに1ヶ月間隔しても違うと思いますよ。だからまあ、1ヶ月ぐらいに来てほしいですね、毎回毎回カットしますからね。だからまあ、すっごくいい時もあれば、カットしてたから殺風景の時もあるだろうし、まあ、その時のちょっと味わいが違って、一回全部国際も終わって、もともと自分が頭にないっていうもの、近いものは嫌だったり、そうですね、もう大体イメージは引いたんで、大体、ただまあ、背景の水草に関して言うと、やっぱりちょっとね、石が邪魔をしてて、なかなかこう、思うようにイメージできないんですよね。それは一生殺しすぎてもダメだし。ただ、理由系がこう、まさにすぎてもいけないんで、
感じますから、だからその辺でちょっとこう。私が着ているこの T シャツとこのキーホルダーもどちらも20周年限定グッズです。